こんにちは、千葉達也です。本日の動画なんですけれども、僕のこの YouTube チャンネル、ありがたいことにですね、たくさんの方に登録いただきまして、その影響もありましてか、僕の元へですね、サックスのレッスンを受けられる方の人数っていうのがめちゃめちゃ増えたんですよ。そしてその方々とレッスンさせていただく中で、やっぱりジャズ系の音楽っていうのが割合が多いんですね。なんですけれども、そこでですね、実際にレッスンをさせていただくときに、いただく質問っていうのがかなり似てるものが多いんですね。で、今日はワンポイントアドバイスみたいな感じで動画を撮らさせていただきまして、皆さんが抱えている問題っていうのを解決できたらなと思います。本日のテーマなんですけれども、アドリブで何の音を吹けばいいかっていう質問になります。基本的にアドリブっていうのはですね、自由な即興演奏ですので、正直こんなこと言っちゃ元も子もないんですけれども、何の音を吹いていただいてもいいんですよ。ただその吹く場所だったりとか吹く長さによって、いわゆるその曲のセンスみたいなものが問われますので、何を吹いていただいてもいいけれども、曲の良し悪しっていうのはまた別なところにあります。ですので、いい演奏をしたい場合というのはある程度の知識が必要なわけなんですよね。本日はその中でも、まず何の音を吹くかっていうところについてお話できたらなと思います。ジャズのアドリブというのは基本的に伴奏の上でやります。伴奏ということはコード進行が存在するわけですね。こんな感じにですね、ピアノだったりギター、そしてベースがコード進行を鳴らしてて、その中で自由に演奏するわけなんですけれども、今日は初歩中の初歩でコードがバーンと鳴ってる中で、とりあえず何か一個音を吹かなければいけないってなった時に、どの音をチョイスするかっていうことについてお話できたらなと思います。伴奏にはコード進行っていうのが不可欠ですので、例えばドミソシ、今日はドミソシの和音でお話しさせていただくんですけれども、コードはドミソシ、ドから数えて1番目、3番目、5番目、7番目の音と、それぞれの音にですね、それぞれの役割っていうのがあるわけなんですよね。まずドの音、これは主音と言います。主の音と書きますので、そのコードの一番代表的な音になります。ですので一番大事な音になるわけですね。そして次が3番目の音、ミの音ですね。こいつはですね、非常に大事な役割を持ってまして、半音下に下げると暗くなった、そして半音を戻すと明るくなったと、明るさ暗さを判別する大事な音になります。そして5番目の音、これはですね、ドとソを一緒に鳴らすと分かるんですけれども、ドの力をより強くしてくれるわけなんですよね。コードの代表者がまずいて、そのコードが明るいか暗いかという表す音がいる。そしてその代表者を強くする音がいると。一応ここで3つの音になりました。そしてジャズっていうのは4つの音で構成される場合がほとんどですね。4つの音、このセブンスについてなんですけれども、ちょっと詳しい理論的なことをお話ししてしまいますと頭がこんがらがっちゃうと思いますので、ざっくりこのシの音っていうのはですね、実は次のコードに進むための推進力っていうのを実は持ってるんですね。以上を踏まえて、コードの代表者、明るいくらいの判別、そして主音を強く、そしてセブンスで曲を進行させるっていう、それぞれの役割があります。じゃあ曲の中で実際 C メジャー7っていう音が流れてた、この時に何の音を吹くかっていうところにおいて、このコードトーンっていうのは一つの候補に上がります。じゃあコードトーンの中で何を吹けばいいかっていうところなんですよね。さっきお話しした代表者、明るさ、暗さ、そして主音を強くする、そしてセブンスで推進力を強くする、この中で一つ音を抜かなければいけないってなった場合、何を抜きますか？おそらく5番目の音だと思います。5番目の音っていうのは、それ以外の 1,3,7 に比べて固有の役割っていうのがちょっと弱いですよね。コードの中で音を一つ抜かなければならないとなった時に、抜くのがまず一つが5番目、そしたらじゃあもう一つ音を抜けと言われたら皆さんどうしますか？おそらくここで皆さんは3番目か7番目と答えると思うんですけれども、ここでジャズ特有の考えっていうのが必要になります。どういうことかと言いますと、ジャズっていうのはですね、大体の演奏っていうのはすでに伴奏がある中でサックスだったりとかトランペット、フルートだったりとかクラリネットを演奏するわけなんですよね。で、伴奏者、いわゆるベースだったりとかギター、ピアノっていうのはですね、大体主音を弾いてるんですよ。そしてその主音っていうのはですね、分かりやすく明快であるがためにですね、非常にこう単純な音楽に聞こえやすくなる側面もあります。ですので今の考えを踏まえると、次に抜く音っていうのは主音になるわけなんですよね。もちろん主音と5番目の音がダメというわけではありません。こうして残ったのが3番目と7番目の音になるわけなんですよね。
ということで、ジャズを勉強されている方にめちゃめちゃよく聞かれる質問、何の音を吹けばいいのかっていう質問に対して僕がよくお答えしている答えとしては、コードの3番目と7番目吹くのおすすめですよっていうふうにお話ししてます。もちろんこれが正解でもありません。1番目の音だっていいですし、5番目の音だっていいです。他にもですね、ナインスやサーティンスなどもっと上のテンションの音を吹いたりするっていうことももちろんありです。なんですけれども、本日はコードの中でも3番目と7番目っていうのは独立して大事な役割がそれぞれあるので、アドリブで音を吹くときにその音をチョイスしてあげるとおすすめですよっていうお話になります。それでは本日の動画終了いたします。ありがとうございました。